こんにちは。今回はフルートのオンラインレッスンの様子をシェアします。参考になるか分かりませんが、こんな感じかと雰囲気を分かっていただけたら嬉しいです。ビストドゥブライトは準備できたっていう感じで、ショーンブライトは準備できましたっていう感じです。最初にどの曲やりたいって言われてバッハって答えたら、先生も僕もバッハがやりたいって言ってました。オンラインレッスンあるあるっていう感じです。ドイツでよく言われるのが、音の中に種がある、響きの中に種があるということを言われます。私が感じるのは、音色に厚みがある方が好まれるかなと思います。この動画の録音だとあんまり音質が良くないので、それが皆さんに伝わりにくいかもしれません。すみません。私の先生はピアノの楽譜を使ってフルートを吹くのが好きです。この曲はバッハのフルートとチェンバロのためのソナタなんですが、コロナの関係で曲目が
急に変わって、このレッスンの前の約1週間か2週間前ぐらいにこの曲を演奏しようとなりました。曲を理解するためにも、もう一人韓国人の、友達生徒さんがいるんですが、私がフルートパートを吹いて、もう一人の子がチェンバロのパートを吹いてっていうレッスンを今度しようという話になってます。クラフトは力という意味です。私はあんまり力がない、ガッツポーズをしてます。実はこの部屋は私の彼の部屋で、日本の国旗がなぜかあります。私に出会う前にもうずっと昔に買ったそうです。それをさっき先生が、今の演奏は力強い、国旗が似合う感じの演奏だったねみたいなことを言ってました。他の先生や日本の先生がどんなバッハを教えられているのかは、よくわからないのですが、少なくとも私の先生は、芯のある実のある音色で力強く吹くところは力強く演奏してっていうのが私の先生のバッハかなと思います。私も先生のバッハが好きなので、嬉しいことに相性がいいなと思っています。あと私の先生は教育学の先生でもあり、大学のみんなに、あの先生本当に教えるの上手だよね、羨ましいとよく言われます。本当にそうだと思います。とっても幸せです。今先生がいいいいって言ったの聞こえましたか？実は先生は学生の時に、日本の村松フルートでインターンシップをしていて、すごく日本に今でも興味を持ってくれています。なので、最初私が入学した頃に日本語でグッド、いいいい、なんて言うのって言われて、いいいいっていう単語を教えたら、私がうまくいった時
よくいいって言ってくれます。フルートのオンラインレッスンはこんな感じです。長い動画を見ていただきありがとうございました。